降り積もれ孤独な仕様第2話まで見たので、それの考察をしてまいります。チャンネルレビューというドラマレビューのサイトによると、この夏のドラマで一番の評価を今のところ得ているのがこの作品となりました。原作があるんですけども、どうやらオリジナル展開になるということで、原作とは違った展開になるということで、誰が犯人になるのかまだ誰にもわからないということから、考察違いがあるなという注目の作品になっています。そんなわけで、今回はまあ実験的にこの動画を上げてみました。好評だったら次のも上げてみようと思いますので、チャンネル登録高評価をしていただくと、新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、よろしくお願いします。そんなわけで、まずは事件の概要ですね。灰川邸の監禁死体遺棄事件と、まあこういう並びで送らせていただきます。まずは灰川邸の事件ですね。山の中の別荘地にある灰川十三の家で、13人の子供が白骨化した遺体で見つかり、灰川十三が監禁死体遺棄事件の容疑者として指名手配をされていましたが、第2話で逮捕されて取り調べを受けていましたが、ラストシーンで首を吊っていました。まあおそらく留置場で首を吊って亡くなっていたとなっていました。地下室は中からこじ開けようとした痕跡があり、また水や食料の痕跡はないため、子供たちの死因は餓死ということで、2話冒頭から開けてよ開けてよと子供の声でバンバン扉を叩いている、なかなかえぐいシーンから始まってもいました。そんな中で生き残りの子供も何名かいたと。蓮見カノンの証言によって、事件の6年前までは19人で住んでいたとも話されていました。2011年に灰川は子供たちとの共同生活を解散すると。で、2012年以内に死亡した子供が5歳から8歳の子供までで、6人亡くなっていたと。で、2013年に12歳から13歳までの子供4人が亡くなってて、2014年に12歳から20歳までの3人が亡くなっていたということになりました。経過すれば経過するほど子供たちが年齢を重ねているということでね、若い人から亡くなっているというのが、まあ、痛ましい事件だな、なんてことを思いました。生き残った子供たちは口を揃えて、灰川十三は犯人じゃありませんと証言していました。まあ、すでに亡くなってしまったんでね、もう灰川十三が犯人ではないっていうのは 100% ですね。そんな中で怪しい動きをしているのが蓮見カノンですね。かつて育児放棄をされ、灰川を父と慕って4年前まで遺体が見つかった屋敷に住んでいたと警察に情報を寄せていた女性でもあります。灰川が事件の犯人ではないとも主張されてもいます。そんな中で北甲府市連続傷害事件ですね。3年前から不定期に5件、道端で覆面の男が通行人を殴る事件が発生し、灰川邸事件と同管轄で佐伯が捜査を担当していましたが、佐伯の腹違いの弟、滝本壮介が灰川事件の19人の子供の中にいたことが判明し、佐伯は捜査担当から外されていました。連続傷害事件の動機は一体何なのか。そこで灰川十三の生き残った子供たちを調べていると、まず川口悟は灰川邸事件で生き残った子供でもありますけども、実の親からは教育虐待を受けていたと。手にコンパスとか刺されるという結構えぐい感じの事件で、灰川邸に住んでいた時期もありましたが、もはや灰川に対して崇拝する気持ちは一切なく、今は勉強に明け暮れていて、自立した生活を目指そうと励んでいるようでもありました。そして他にも生き残っていた子供がいたと。沖島麻也は幼い頃に両親を亡くし、引き取った叔父から性的虐待を受けていました。9歳の時に叔父が逮捕されて灰川邸に行き着いていましたが、まあ解散になった後は背中に立花のマークのタトゥーを彫っていました。もう今や全身タトゥーだらけではありますけども、その立花のマークが心の拠り所になっているとも証言しています。そのマーク自体が
蓮見カノン曰く、家族の証だともしているので固い結束力を表現しているんじゃないかと。六角形がそういう硬さとかも表す、亀の甲羅とかそういう意味もあるそうなんで、いまだにこのハイカワに対しての、家族たちに対してそういう絆を感じているようでもあります。そして東優馬ですね、親が信仰宗教にハマっていて、少しでも教義に背くと折檻されていたと。運送会社に勤務していましたが、無断欠勤が多くて会社をクビにされていましたが、犯行時刻は上司が様子を見に行っていたのでアリバイがあります。後をつけてどんな様子なのかっていうと、まあ公園で砂いじりとかして、その砂いじりの場面で地面に立夏のマークを書いていました。まあ今のところこう社会に馴染めない様子ではありますけども、未だにね、そういう立夏のマークをなんとなく書いていたりもするんで、家族の絆をどこかしらで意識されているのかなとも思って、そういう心の拠り所がなくなってしまってるからこそ苦労している場面なのかなと思ったんで、まあちょっと今回で疑われていたけども容疑から外れるっていうか、そういうのが今のところの動きだなと思ってますね。そんな感じで、あれだけちょっと内向的な性格だとね、今後にそういう積極的に事件に関わってくるのかは見えないなとは思ってますね。で、連続暴行事件では被害者は子供や孫を虐待していた男性で、犯人は黒ずくめの目出し帽をかぶっていたと。動機はおそらく子供を虐待する男を憎んでいての犯行のようにも思われます。そして7月12日の夜9時頃、蓮見カノンが階段から突き落とされると。蓮見は生き残った子供のうちの誰かが自分を突き落としたと主張されました。その人間が灰川邸事件の真犯人だとも話していますけども、まあ自作自演じゃないかと疑われている声もあるけども、でも犯人の姿も映っているっていう場面があったんで、蓮見カノンの自作自演ではないなとは私は思ってますね。犯人が誰なのか、まあ鈴木が怪しいのかなととかね、まあそういう感じでちょっとね疑っていますね。まあいずれにしても7月12日にアリバイがないのは弟の宗介だけだったと。母に暴力を振るっていたことも判明していた宗介ですね。連続暴行事件は宗介だったとしても、灰川邸事件が宗介かどうかはまた別の話なのではないのかなと疑っていますね。母親に対して暴力を振るってもいたというのが今回判明していました。母親は、宗介は本当にいい子なのだって、ごめんねって、お母さんごめんねって、殴った後は必ず謝るんだよ、でもね父親と同じように壊れてしまってるの、という話をされて、それを聞いていた佐伯は顔面蒼白というか、あまりいただけていないようでもありました。黒ずくめのフードをかぶり、夜の街を歩いているところを蓮見に尾行されている宗介の姿もありました。今のところ怪しさ満載ではありますけどね。まあでもミスリードでね、それで実は違う人が犯人っていう、そういう流れなのかなとい う、 こう視聴者を怪しませてるっていう、そういう感じなのかなとは思ってますね。で、いずれにしても現代編だと佐伯は刑事を辞めていると、宗介が傷害事件の犯人だったから辞めたのか、佐伯は灰川邸の犯人イコール蓮見の犯人を宗介と疑っているから罪の意識で辞めたのかっていう感じだけど、まあおそらくそれが佐伯の思い込みっていう感じで、実は別の人が真犯人っていう、そういう一ひねりある展開が待ち受けてるんじゃないのかなと思いました。いずれにしても犯人は誰なのか、まあ怪しいのは鈴木ですよね。配属直後の通報で、絵は詳しくないのにゴヤの絵は知っていたっていうのが結構解説されてるのが、外にある扉を地下室だと、そういうふうに発言されていたんで、実はこの家には前から来ていたんじゃないのかなって考えると、灰川事件にいくらか詳しいんじゃないのかなとは思いましたね。何しろ灰川邸の事件は一度解散した子供を再び呼び寄せて2年にわたって順々に殺害していたっていう、それが起こったのが7年前で、7年後にまた
動き出してるっていうか、現代になると丸横キッズの少女が行方不明になって、月島美久ですね、で行方を追っていた記者が森で、森は月島の腕のタトゥーが灰川邸事件の時に残されていた立花のマークがあることに気がついて、月島の失踪が灰川邸事件と関係があるんじゃないかと疑ってもいました。繰り返しになりますけど、立花のマークは家族の意味っていうことでもあるんでね。やけどの跡が頬にある謎の男ですね。立花のマークのキーホルダーを持っていたんですけども、まあおそらく上城武なんじゃないのかなと、彼がやけどの男で事件の真相をいくらか知っている立場なんじゃないのかなと疑っています。まだ始まったばっかりではありますんでね、今後に考察とかもね、盛り上がっていくんじゃないのかなと思いました。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。